はい、こんにちは、ロゴテロゴルです。黒猫、何かが送られてきました。もうこれは何か僕わかります。開けます。これはうれしいものです。じゃあ開けましょう。ちょっと待ってください、僕だけチェック。まずこんなものがあります。はい、厚紙で、あとはで、こちらを切ります。はい、妖怪メダルゼロのパックが折り曲げられています。はい、それでは開けます。この中に何が入ってるか、ヒントはパッケージ通り古典メダルです。そして新品らしいので、せーの、ストーン。はい、新品のヌエです。はい、ちょっと後で細かく見ていくんですが、はい、僕が初めて出します。だからこれを送ってきた人も新品なので開けれません。せーの、ドーン。ヌエ来たー。ヌエ猿ですね。尻尾がヘビになってます。かっこいいなー。そのうち風魔猿も発売してほしいですね。はい、 QR コードも妖怪メダルランドにまだ登録してないらしいです。じゃあ早速音声確認していいですか。いきます。ちょいと嬉しいですよ。まあ音声確認する前にちょっと他の僕が持ってるねホロメダルをちょっとと比べてみたいと思います。うん、光具合はもう粒状なので同じですね。おお、この固定メダルの必殺技はちょっととは違うですね。やっぱり普通のメダルより光り方がホロですよ、ヌエは。こんな感じ。レインボーに光ってます、いつも通り。ここにヌエって書いてあって、モミジみたいなのとか。いいですね。ホロで不思議持ってないよ。じゃあ、早速、ついに音声確認します。いきます。俺の友達。ほいほいほい。ほい俺の友達。変になっちゃった。俺の友達。もういいよ、これで出てこい。ヌエ妖怪メダルセットオン。あれ、セットオン。こんな音声なんですね。ちょ待って、なんでこんな音声なんだ。ちょ待って、普通のヌエこんな音声なんですね。面白いか、音声かっこいいですね。そのうちガシャポンとかで風魔猿がもし発売されるとしたら、そちらもゲットしたいですよ。で、今回は自力では手に入んなかったんですけど、ヌエが新品で届いたので音声確認をしましたという動画でした。ヌエかっこいいので皆さんもゲットしてみてください。かっこいい。バイバイ。じゃんけんぽい。